長尾ですね。ないね。いたら怖いけど。誰も来ないだろう。って言ってあんま言えないけど。左方向です。完全にもう。エアコンひどいもんね、これ。ここはすごいよ。看板へしゃげてんのはもうお察しじゃねえのあれ。まあね、ここだって真っ黒じゃんこれ。ひどいよここは。いや、あれじゃない、なんか全然鹿ちゃんに合わなかった。まあでもちょうど今いないのかもしれない。うん、ああ変なのか。いや、鹿ちゃん。あ、鹿ちゃん。ここは出ないんじゃないかな。あそこまでだよね、出やすいのね。うん。ここまで来ちゃうと、あったことここ、あ、雨降ってきた。ここ開けてるから。雨降ってきたから気をつけて。トイレ別に大丈夫かな今。あ、さっき言ったから平気。うん、じゃあそのまま通過したい。ただあそこで行って1個失敗したのは真っ暗、ここね、真っ暗すぎて行けなかった。ここね、分かった分かった、ここね。何が？ガードレール。うん、はい、ありがとう。うん、ピョンって出る。はい、ここです。ドキッとするよね。もう覚えちゃった。あと普通に山道慣れてない人も ビリそう。あれ、うん、そのスピード出してなくてもあっってなりそう。まあね、すげえタイヤ痕だな。ひどいね。綺麗な道なのな、これ。うん、だからこう山梨の方でなんか対策するって言ってたじゃん。まあ、どう対策するのか分かんないけど、ボコボコにするしかないんじゃない。あの波打つやつ、あ、こういうのとか、うん、もうチャッターを両サイドに置くとかね。うん、もうチャッター置いたらほぼほぼ無敵だよ。ここは結構向こう地帯だからね、長尾は。やってもいいと思うのにな。綺麗な場所じゃん、ここ。長尾下りはマジで。昼間はさ、昼間走ったらやっぱ景色もいい場所じゃん。まあ、見晴らし台がないからちょっとあれだけど。野生動物もめちゃめちゃ出てくるし、ここ。そういった意味でも対策してもいいと思うんだけどな。でもここも静岡のあれだからどうしようもできない。神奈川じゃねえかな。どうしたどうした。まあ休んでんじゃん。多分。それから地図見てんじゃん。いつも落ちる奈落とは違うんだよ。本当の奈落だよ、ほんちゃん。あ、なんかコーラ飲んだら気持ち悪いのがちょっと治ったんだけど。だから結構ね、コーラってね、実はいいんだよ。回復。うん。足りてなかった。回復力にいってるじゃん。まあ、炭酸はいいぐらいになる。職場にも持ってこうかな、コーラ。コーラは結構回復するよ。炭酸抜いてて、抜けてるやつが別にいるから。ロッカーに。錬金の日、もうロッカーにちっちゃいやつ1本。300ぐらいのちっちゃいやつ、はいはい、忍ばしてもいいかもね。この時期ならロッカー入れててもさ、ぬるくならんし、あんまり。まあね、あ、今すごいそれ痛感した。なんか私さっきより元気になってるもんね。しかしいなくていいね。うん、今日はまともな人にしかってね。いや、まあいいね。うん、やっぱやめてほしい。ここではスピード出したらすげえ時速出るもんね。いや、まあ、こういうとこじゃ出せないと思うんですよ。危ないからね。出すなって言いたくなっちゃう。君が怪我するのが怖いって言っちゃう。赤の他人だけど。あと5キロとか。意外に長いんだよ。短い腕長いって。中尾ちゃんは。ここのタイヤ痕ひどいよね。走りするとこじゃないと思うけど、まあね、危ないよ。
くやれるよね。一歩間違えたらマジで奈落じゃん。かっこいいと思ってやっちゃうんじゃねえ、うん、ガードレールなくせば一番いいんじゃねえの、もしかして。ピューって感じ。まあ一般車がちょっと怖いけど、まあこんだけ道幅あれば危なくはねえけど、まあ、それが一番いいんじゃないの、もしかして。ってわけにはいかないんだよね、多分。法律的な問題とか道路の。すげえな、あのガードレールないとこよくあのカーブのとこでドリフトだかなんかやらかしてるのね。頭おかしい。だからそれがかっこいいと思ってやっちゃうんでしょ。ちょっと今のところの道怖かったね。どこ？さっきのガードレールないマジ奈落ゾーン。タイヤ痕すげえいっぱいついてたじゃん。でも奈落に行った後ないからまだ辛うじて事故はなかったないらしい。で、あと 4.2 か。筑波のあの奈落行きになっちゃうぞ。まああれは壁にぶつかってたけど、山行き。これは来てる。うん。うん、よかったよかった。あ、普通の人だ。いや、あれぐらいに。自力でしか上がるようにできないの、バスと箱根にし、ここはそういうルートで。タクシー呼んだって絶対来てくんない。拒否られるよ、きっと。ここ拒否られそう。あ、距離、お迎えまでに距離すげえあるから金取れるかもしれないけど、絶対嫌がられる。あー、いい気持ちいい。単に車気象ね。くれるっていう
200円のちょっとウケた。でもあの山とはやっぱ縁があるんだなって今日私もしみじみと思った。呼ばれてるんだあの山にも。まあ。よかった峠で寝てね。今日結構あだだだだだ、うわ、始まってへんの。